こんにちは、花クラブの宮川です。今回はひまわりのラウンドアレンジを作ります。ドラセナの葉をフリル状にして裾飾りにしました。まずはそのドラセナから葉の下部をしごいて加工しやすくしておきます。葉っぱにタックを取ります。ペキッと折れても大丈夫ですが、上部のフリル部分がくしゃくしゃにならないように注意します。この部分ですね、ここが綺麗になるように作ります。つまんでおいてホッチキスで留めます。ホッチキスの芯が薄い場合は外れてしまうので中心を外して留めましょう。もう一枚やってみます。ぐるりと刺していきます。フリルがきれいにつながるように丸く配置します。中心からの距離を同じぐらいにしておきます。根元にピットスポルムを刺して隙間を隠します。メインのひまわりを刺します。最初のポイントになるひまわりは吟味します。首が曲がっていず綺麗な花を選択します。底辺のひまわりを刺します。だいたい同じぐらいの間隔で5本配置します。底辺のひまわりは受けて刺します。受けるというのは花の裏が下側という意味です。それによりアレンジがきれいに展開します。トップと底辺の間につなぎのひまわりを3本刺します。3本は均等でも若干ずらしても OK です。バラをひまわりの間に配置します。中段と下段に刺しますが、中段は隣のひまわりよりも若干高め、下段は丸いアウトラインを作るように意識します。ヒペリカムです。葉は持たないのでできるだけ外します。デンファレです。
全体にバランスよく配置します。もうかなり花が詰まってきているので、今まで入れた花材を傷めないように反対の手で隙間を作って刺していきます。デンハレは花があちこち向いています。最終的に四角に入る部分がきれいに見えるように刺しましょう。パステルピンクをのせて元気なひまわりに優しさと可愛いを加えます。スプレーバラです。沈みすぎないように隣り合う花材よりは若干浮き気味に刺します。ヒペリカムと合わせて白をバランスよく散らします。スマイラックスです。茎がうねうねして弱いのでワイヤーをかけてあります。花の上に軽やかなグリーンが乗ると涼しげに感じます。ペタッとくっつけずに隙間を作ってふわりとかけます。異なるグリーンのピットスポルムを刺して完成です。元気なひまわりをメインに華やかなオレンジバラ、可愛いヒペリカム、優しいデンファレ、リズムを生むミニバラ、涼しげなスマイラックス、斑入りのピットスポルム、そしてドラセナのフリルで取り囲んだ可愛らしい夏のアレンジメントになりました。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次回のレッスンもお楽しみに。またねー。